はい、やってしまいました。本日実は800人記念して焼き授業に2人で今行こうと、現在拝島にいるんですけれども、なんと電車をなんて言ったらいいの、乗り過ごしたわけじゃないもんね。乗り遅れましたホームを間違えて、ずっと待ってたんだよ。ずっと待って、30分またね。ずっと待ってた、30分ミスドリを渡してね。そう、待ってたねっつって、待ってた、待ってた。信じかな突然、電光掲示板から待っていた時間の電車が消え、あれおかしいなって思ったら、ホームの反対側に目的の電車があるさーんあれしかも、拝島から出る電車は30分に1本しかありませんでした。なんでやねん。で、この電車を逃したら、今11時過ぎぐらいなんですけど、次着くのが15時半。どないやねん4時間かかって30分の電車乗り過ごしたら3時間以上遅れるの、なんでやねんしかももうすでに家出てから、2時間ぐらいは経ってるんだよ。経ってるね、余裕で。はぁ、こんなことある？こんなことある？修行ってそんな簡単にさせてもらえないんだ。あ、てかこれが修行なんだこれが修行なんだ。なるほどね。確かに精神を鍛えろっていう神様からのね、そうだね、試練が与えられてるよ。いや、遠いな、先まで修行させてもらえるまで遠いな。そこまでの修行遠いな。お前らはまだ修行すらできないそういうことか、はい、ということで本日は取材動画でございました。必ず特殊業に行って心も体も清めて精神を鍛えたいと思いますので、まずは特殊業の場所に着くまでの修行を頑張りますということで皆さん、特殊業動画まで今しばらくお待ちください。すみません、すみませんでした。そんなことあるよねマジでそんなことある、ほら切なすぎるんだけど。そうだよ、空も悲しくて荒すぎて、本当だ、どうだよ、それで読めるやご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。楽しかったよ、楽しかった。なんかさ、思ってたよりさ、辛くなかった。それもやかったね、めっちゃ天気もいいし、なんか滝もね、なんか思ってたらなんかチュルチュルって落ちてくるぐらいだった、なんかポタポタポタみたいな、おいしいね苦労してたどり着いたアイスクリームって、うめぇ、美味しいな、美味しいな。さてまた行くんか何しに行ったんだろうね、ハイジマまで、ね、ね